さあ今日1月5日はいちごの日ということで、はいはい、ユッキーさんいちご好きですか？うんうん、好きです、うん、よかったよかった、はい、博多あまおうということで、うんうん、はい、博多出身ですもんね。そうですね、あまおうが一番やっぱり食べてきました。でも私あんまり食べてないかも。みかんが好きだから。あ、そっか、冬はみかんに侵食されてしまうんですね。いちごはそんなに、まあ、好きだけど、はい、あのみかんが大大大好きで、その他はもう好き。あ、そうなんですね。そんなにみかん上だったんだ、うん、知らなかったです。トップオブザトップみたいな。そうなんだ。そうだからあんまり家にも、うん、誕生日くらい。あ、なるほどなるほど。うんうんうん、まあ、そうなんですね。あんまり品種気にしたことなかった。なかった。さっきのんちゃんが私あの甘王ととちおとめ、うん、あ、そうですそうって言ってたから、うん、あんまり見てもなかったと。買ったりすることもあんまない。そうそう、うん、自分で買わない、うん、ないか、うん、買ってきて食べなさいって言われて、うんうん、どうぞって言われたら、そうそうそう、だから何か聞いてないかも。うん、なんか好きだからね、うんうん、よく見ちゃいます。でも確かに私いちごがトップなんですよ、うん、でみかんは、うん、まあ、こう普通の普通にゾーン入ってるんですけど、うんうん、確かにみかんの品種はあんま気にしたことない。好きなみかんの品種とかないじゃん。多分その感じ。その感じなんですね。好きだけど。あ、好き、もちろん好きだけどってことですよね。そうそう、知らなかったです、うん、そうなんだ。私も知らなかった。みんながそんなにいちごが好きだっていうこと、ね、今日発見ということで、うん、今日ね